伸びたったら、また変なおもちゃつけっぱなしにして。はい、見ていただいてありがとうございました。異世界から帰ってこれなくなるのび太とドラえもんということでね、これありますよね。本当に悪気のないのび太のお母さんがなんか秘密道具を捨てちゃったりとかして、のび太たちに大迷惑がかかるというね、もうお決まりのパターンですね。やっぱあれなんですね、やっぱのび太のお母さんのもう本当に悪くない感ね。まあね、今回のモノマネには、もちろんのび太とドラえもんは出てきません。はい、のび太とドラえもんがどうなったかというのは、皆様の、ご想像にお任せします。はい、で今回ですね、一応こだわったポイントはですね、あののび太の、お母さんのここの髪の羽の部分ですね、こちらこだわりましたね今回。これどうやって一応再現したかというとですね、こういうあの部分ウィッグみたいなのがあるんですけども、こちらのね部分ウィッグをですね、こうやって襟足のところにですね、こうやってよいしょパッチンと止めると、こうやって、それっぽくなるんですね。ねこの髪型ね、一昔前のちょっとやんちゃな小学生みたいに、なってますけど、ちなみにですね、今回使った小道具は、こちらになっております。はい、こちらですね、ビーチボール、地球儀のビーチボールに100均で買った電飾をつけているような感じですね。セロハンテープで貼って、はい、でこちらの電源を入れるとで光るというね、すごくシンプルな小道具です。はい、ちなみにね台は、こちらを使用しました。はい、こちらはですね、飲み物を入れる、飲み物が温まらないようにするものに、銀の、アルミホイルを貼り付けるというね、チープな、小道具になっております。はい、でこれの上に、これを乗っけて、秘密道具完成ということでね、これがね、未来の秘密道具とはちょっと思えないかもしれませんけれども、はい、これどういう秘密道具なんでしょうね。やっぱ地球儀があるんで、やっぱ地球関係だと思うんですけども、アメリカとかだったらやっぱ普通にどこでもドアで行けちゃうんで、そういうことじゃないと思うんですよね、この秘密道具。多分地球の内部、マントルとかそういう世界に行けるみたいな秘密道具かもしれませんね。はい、これからもですね、ドラえもんモノマネはじめ、いろんなモノマネ上げてくんで、よかったらまた皆さん見てください。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。